これだけ急に見てる人は何のこっちゃと思うんですけど、一三式祭事空間っていうところから、イベントをお送りしてまして、エンディングのコーナーだけもう編集するのがめんどくさいんで脳編集でパッパッと切ってお送りしています。はい、はい、ということでですね、今日はゲストにサイクラバーのお二人に来ていただいてるんですが、はい、ありがとうございます。お知らせがあるそうです。はい、はいはい、まずは夏のですね、ワンマンライブのお知らせでございます。はい、はい、サイキックラバーワンマンライブ2019常夏サマーフェスティバル2019年7月の6日土曜日です。場所はホリデー新宿の方で行いますので、はい、ぜひ皆さんお越しください。そして、はい、そしてですね、はい、その1週間後ですね、サイキックラバーワンマンライブ、僕の地元です、ライブアット長野、リンゴで育った信州牛リターンズボリューム3、これが7月の14日に、ありますので、長野クラブジャンクボックスにて行います。ぜひ、長野、中信越の方々お集まりいただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、これが本体ですか。だから今までの小2時間ぐらいはもう本当にただの雑談です。序章でした。すいませんね、もう本当に。だから YouTube にアップするパートには全部言えないことが集約されてましたね。はい、ただその前の控え室で喋ったことはもっと言えないことです。いいね、ぜひともライブの方をちゃんと見に行ってみたいですね。はい、あとこれね、ジョーの地元ではやらないわけ。いや、やらないですね。なんで、ね、なんで横浜近いんで。横浜で、ね、まあまあ、横浜のジョーのもんなんで。ライブ配信やりましょうか。いっぱいあるね、横浜ライブ。同じジョーの方だった。関東で。はい、まあ、あとね、ファンクラブがですね、ありますので、はい、サイキックマニア、ありますのでですね。会員募集中です。遠近法使ってる。どう編集でお送りするっつってんだろう。いや絶対あれちょっと後ろ行ってない。はい、これね、本当だ、オリジナル会員証の発行ですとかね、各種ライブイベントのチケット先行、ファンクラブ限定ライブイベントの開催も、充実。笑うなよ。あと見たの口くそ笑うなよ。ファンクラブ限定のブログを結構マメ書いてるんですよ。あ、そうだ、書いてくれって言われて、で書くことないから、なんかさっきのステーキのとか書いてるんですけど、なんかね、主にばあちゃんの話をするし、いろいろ書いてますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。で、あとね、これもう近いんですね。5月の23日にですね、サイキックラバー YouTube で配信やっております。おお、サイキックラバー TV というね、番組を配信してますので、5月の23日20時からぜひチェックしてください。よろしくお願いします。基本的にはホームページを見ればいいよね。そうですね。ツイッターも2人ともやってます。はい、ありがとうございます。ぜひともフォローしていただければと思います。はい、ということで、サイクラバーからお知らせでした。ありがとうございました。